ミルメイクを飲んで懐かしい気持ちになろう。というわけで、インフルエンザ明けのあっつんです。まあインフルエンザの症状はもうほとんど大丈夫なんですけど、なんせ体力がありませんで、声もあんまり張れないし、派手なこともできないんで、今日は非常に緩めのネタでご勘弁を。まあそんなわけでですね、ミルメイクです。どれくらいの方がご存知なんでしょうね。私は子供の頃に、小学校ぐらいの頃に給食に出てたんですよ。これを牛乳に溶かして飲むっていうものなんですけど、まあ給食大嫌いだった私なんですが、このミルメイクは大好きでした。まあなんで給食が大嫌いだったかっていうと、まあ私好き嫌いがですね、多くて、まあ今だいぶ良くなったんですけれども、小学校の頃特に多くて、まあ嫌いなものが出ても給食は全部食べろっていう風な、教育だったんでね、食べさせられたんですよ、無理やり。でもう休み時間になるまで食べさせられたりとかして、どんどん給食憎しになっていったわけですね。そのせいで今でもトラウマになって食べられないものがいっぱいあるわけです。なので私は学校給食許さないからな。まあともかくミルメイクは好きだったわけですね。で、まあ、ダイソーに売ってたんですよ、3種類。これを今から飲んでいきたいと思います。はい、じゃあまずはコーヒー味。うまい。ココア。うまい。いちご。うまい。はい、そんなわけでしてね、まあ、どの世代までの、どの地域の方に共感してもらえるのかよくわかんないですけれども、ミルメイクで懐かしい気持ちになりたい方はダイソーへ。パッケージも変わってないのかな、こんな牛だったかな。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow。